それでは農学部の森林科学専攻森林植物学の福田と申します。今日は皆さんに樹木と微生物の多様な関係についてご紹介したいと思います。今日は共生というのが一つの大きなテーマなんですけども、微生物を私は扱っています。で、微生物の基本的な生き方には共生と寄生と不生という3つの生き方がありますので、森林の中でその3つがどのように働いているかということを、大きくお話をしたいと思います。まず共生という言葉の定義を辞書で聞いてみますと、例えば広辞苑では共に心を同じくして生活すること、あるいは、一種の生物が行動的生理的な結びつきを持ち一緒に生活している状態、郷里共生、普通は相里共生っていうんですけど、と偏離共生とに分けられる、寄生も共生の一形態とすることがなどと書かれています。一般には、同じところに生活しているのを共生というふうに世間では使っていることが多いかもしれませんが、生物学では、何らかの生理的な結びつきを持って、そこに一緒にいることを共生、特にお互いに利益を与えるような関係を共生というふうに言っていることが多いです。まず、生物がいろいろな関係を持ちながら支え合っている、そういう仕組みとして生態系という概念があります。生態系というのは、皆さん、学校の、生物の時間とかに習うと思うんですけども、植物が光合成によっていろいろな物質を作り出します。で、その植物を食べる昆虫とか、いるわけですね。で、その昆虫を食べる、鳥とか、大きな動物がいる、こういうものを生産者と消費者って言います。で、それに対して、この植物の枯れ葉だとか、あるいは生物の遺体を分解して再び土の栄養に変えてくれる微生物というのがあります。これを分解者というわけですね。で、生態系というのはこの生産者と消費者と分解者の3つのタイプの生物が存在することによって物質がぐるぐると循環している、そういう系です。この生態系の中で物質が循環するためには、生物の遺体が順調に分解されて土に帰っていくということが非常に重要で、微生物、この分解者というのは生態系の縁の下の力持ちということができます。で、その縁の下の力持ちでなかなか注目されることの少ない微生物なんですけども、微生物って言ってもいろんなのがいますけれども、私が研究しているのはカビとかキノコの仲間、菌類です。で、菌類には主に3つの生活様式があります。一つは不正という生き方で、これが分解者として生物の遺体を分解するという、そういうものですね。リサイクルをしているということになります。それに対して、寄生菌というのがいます。これは生きている植物に寄生して枯らしてしまったり、あるいは生きている動物に寄生して病気にしてしまったり、殺して栄養を取ったりする、そういう生き方ですね。一般的には病原菌というふうに言われていて、忌み嫌われてしまっています。退治した方がいいんじゃないかと一般には思われています。それに対して共生菌というのもいます。これは樹木に対して何らかの利益を与えることによって生きている、そういう菌類も実はいる。今日はそのお話を、中心にしたいわけなんですけれども、その前に菌類のそもそもの、基本的な生き方というのは、分解者、不正菌が基本になっていますので、そこからお話を始めていきたいというふうに思います。あと右上の写真にですね、ギンリョウソウっていう、これ山登りするような方は見たことがあるかもしれません。都会でなかなか見る機会は少ないですけれども、こういう葉緑素がない植物、これキノコじゃなくて植物なんですけども、こういう植物が実はいて、実は菌類に寄生しているということが分かっています。こういうさまざまな生き方が、自然の中では行われているという、そういう生物の多様性っていうのは、いろんな生物がいるっていうことでもあるんですけれども、そのそれぞれの生物の生き方が非常に多様であるっていうことも含んでいます。まず、それでは不正菌についてお話をしたいと思います。一般に皆さんがキノコとか猿の子仕掛けとか言って、いろんなところで目にすることがあるのは、ほとんどのものは不正菌です。例えばこの木の幹からたくさんキノコが生えていますよね。
こういうのはですね、これ食べられるキノコだったらいいんですけど、ツキヨタケといって、これは毒キノコです。で、これはブナの木から生えてるんですけど、夜になるとこのキノコが実は光るんですね。それでツキヨタケっていう名前がついてたりしますけども、まあ、こんな風に木からキノコがいっぱい生えていたら、それはキノコは何をしているかっていうと、実はその木の中の幹を腐らせて、まあ、それを栄養にして繁殖しているわけですね。で、まあ、こういうキノコが生えてる木っていうのはもうボロボロに腐っていて、いつ倒れてもおかしくないということを皆さん知っておくとよろしいんじゃないかと思います。例えば街中でですね、木からいっぱいキノコが生えてるなと思ったら、あ、美味しそうだなとか、そういうことじゃなくて、この木が倒れてきたら危ないんじゃないかなということをぜひ考えていただきたいというふうに思います。真ん中のは猿の腰掛けの仲間ですけど、こういうのも木を腐らせるキノコの一種です。また地面から生えてくる、まあ、こういうキノコもありますけど、落ち葉を腐らせたり、地面の中に埋まっている朽ち木を腐らせたり、まあ、そういうことをしているキノコですね。まあ、そういう不正菌、分解者としてのキノコの、まあ、一つの種類が、まあ、椎茸だったりするわけですね。スーパーでいろんなキノコを売っていて、まあ、キノコ好きな方は結構多いですけども、椎茸とかナメコとかですね、あとエノキタケとか、シメジとか言って売ってますけども、ほとんどがですね、この不正菌です。で、こういう不正菌というのは、椎茸の場合は原木栽培といいまして、まあ、コナラの、こういう幹をですね、短く切って、林内にこう立てかけておいたりなんかして、そういうところに種菌というのを植えると、こんな風にして、キノコが生えてきます。まあ、こういう原木栽培のキノコは美味しいと言われてますけども、まあ、おがくずみたいな、人工培地というものでも培養ができます。まあ、こういうもので、いろんな形で培養されていて、まあ、えのきたけなんかは昔からおがくずで培養されてますけども、スーパーで売ってるようなキノコっていうのはほとんどはそうやって培養されて安く生産されているようなキノコです。まあ、こういうキノコは有機物を分解して生きていますので、いろいろなものを材料にして育てることができます。まあ、こういうコシボックとかリターっていうのは落葉とか枝の腐ったやつのことですけども、こういうものを分解する不正菌がたくさん林の中、森の中にはいるということになります。で、いろんな菌が実はいるんですけども、木材はですね、最初色がついて、菌が感染すると色がつくっていう現象が起きます。こういうのは材の変色って言いますけど、これはですね、まだ生きている木の、まあ、死んで間もないようなところの割と生きてたばっかりの、死んだばっかりの栄養豊富な部分を食べているようなカビの仲間が多いです。それに対して死んでしばらく経ちますと、もう養分がほとんどなくなってきて、細胞壁しか残ってない、まあ、細胞の壁、まあ、木ですから硬いですよね、まあ、そういうものを分解するようなキノコの仲間がだんだんと少しずつ木を腐らせていきます。で、こう茶色く腐らせるような褐色腐朽という腐り方と、白っぽくぐすぐすに腐っていくような白色腐朽という腐り方があります。まあ、これは、細胞壁のどんな成分を食べられるのかっていう、そのキノコの持っている能力によって腐り方が違ったりもします。こういう茶色く腐るやつは、セルロースっていう、まあ、そういう成分を分解するんですけど、リグニンという茶色い成分を分解することはできないので、腐った後の木が茶色くなって残って、こんな風にサイコロ状に粉々になってきます。白色腐朽菌という、まあ、キノコの仲間はですね、セルロースの他にリグニンも分解することができるので、茶色い色が抜けてですね、白っぽく腐っていきます。まあ、こういう2つのタイプの腐り方がありますけども、どちらも、まあ、死んだ植物の組織を腐らせて、まあ、栄養に返して土を豊かにしてくれる、まあ、そういう、養分のリサイクルをしてくれるグループということになります。まあ、これが、まあ、不正菌の生き方ですね。不正菌というのは死んだものを分解しているだけなので、生きている木には何も悪いことをしないのかっていうと、実はそうでもないんですね。実はですね、大きな木、樹木っていうのは、中の幹の中心の部分っていうのは実は死んでいます。これはなかなか知らない方に言うとびっくりするんですけど、皆さん巨木のですね、中に空洞ができているようなのをご覧になったことある方は多いんじゃないでしょうか。これ左の写真はですね、人が実は立ってます。ちょっと心霊写真みたいになっていますけれども、マスクをしている女の方がですね、木のうろの中に立っているような写真です。これだけ大きな空洞ができてますけども、この上のクスノキの葉っぱを見れば、
青々と茂っていることが分かりますよね。この木はどうしてこんなに元気でいられるかっていうと、木の中心の芯材って言われている部分はですね、もう死んでいる組織なので、そこが空洞になっていようが腐っていようが樹木にとってはあまり関係がありません。そういうわけで樹木っていうのはその樹皮、皮の部分のちょっと下の部分の若い年輪だけが生きていれば健康でいられるっていう、そういう性質を持っています。まあ、樹木の中心の部分っていうのはもう何十年も前に作られた古い年輪なんですね。そういう古い年輪の部分、まあ、若い時に使っていたもう木材組織の部分っていうのはもう死んでしまって使われなくなっている部分なんです。まあ、そういうものを何十年、何百年とですね、ずっと体の中に溜め込んでいるのが樹木の生き方なので、その部分をですね、キノコが腐らせて食べてしまっても樹木にとってはあんまり影響がありません。ところが、まあ、こういうふうに中が腐ってしまいますと、まあ、木が倒れてしまうことがあるんですね。折れたり、あるいは倒れたり、まあ、あるいは根っこが腐っていると根っこごとひっくり返ったりします。まあ、そうすると、まあ、そこにもし人なんかいれば大変な事故が起きるわけですね。こういう街路樹の倒木っていうのは、台風なんかが来るとよく問題になりますし、台風が来なくてもですね、晴れた日に突然大きな木が倒れて、大きな事故を起こすということが、まあ、時々起きています。そういうわけですので、この不正菌というのは実は何にも無害かというと、まあ、そうとも言い切れないということになります。というわけで、実は樹木医っていう職業が今ありますけれども、まあ、資格制度があって、樹木医さんっていうのが、まあ、大きな木の治療とかをしていますけれども、まあ、そういう方の、仕事の一つはですね、街路樹の診断っていうのがありまして、街路樹の幹の中とか根っこが腐っていないかっていうことを調べて安全かどうかをチェックするっていうのも非常に重要な仕事になっています。まあ、そういう意味でこういう不正菌、死んだ組織を腐らせるだけで、何も生きている樹木に害をなさないような菌でも人間にとってみると非常に大きな被害をもたらすことがあるということが言えます。特に桜の木はですね、この不正菌が非常に多いんですね。ここにはいろんな猿の腰掛けの仲間とか、ベッコウタケっていう右下のやつはですね、根っこを腐らせるので非常に危険なキノコなんですけども、まあ、こういうキノコがよく幹に生えています。枝にも生えてたり、幹にも生えています。ですので、まあ、皆さんもですね、家の近くで木からキノコが生えていたら、まあ、ちょっと中が腐ってて危ないんじゃないかなっていうことをですね、気にされて、まあ、地元の役所とかですね、関係のするところにですね、注意喚起していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。で、この、桜の並木でですね、どんなキノコが生えてるのかなっていうのを調べてみた研究がうちの研究室でだいぶ昔に行われてるんですけど、桜の仲間はですね、だいたい大きくなって、まあ、何十年も経っているとですね、6、7割の木からはキノコが生えているんですね。ところが桜以外の樹種、まあ、この表で下の方の2行が沢、桜以外の広葉樹とか針葉樹の杉の木の、まあ、本数と、そこに出てるキノコの発生率なんですけど、杉やヒノキなんかの並木だと、まあ、ほとんどキノコが出てない、まあ、まあ、あんまり腐ってないやつが多いということですね。ところが桜はですね、7割ぐらい、6、7割が腐ってるということで、桜は非常に腐りやすい樹種だということなんです。まあ、桜はそんなに背が高くなりませんので、倒れにくいので、まあ、比較的いいんですけれども、まあ、こういう腐りやすい樹種が、まあ、花がきれいだということで、しばしば街路樹になっているというのがですね、管理上はちょっと問題だということになります。皆さんことわざで桜切るバカ梅切らぬバカっていうのを聞いたことがあると思います。この桜切るバカっていうのはなぜいけないかっていうとですね、桜の枝を切りますとですね、その切り口からこういう腐朽菌、キノコの胞子が感染して中を腐らせてしまうんですね。それで、まあ、桜はこういう腐りやすい木ですので、あんまり枝を切らない方がいいよっていう、そういう意味があります。まあ、梅切らぬバカっていう、まあ、梅もですね、腐朽菌は入るんですけど、まあ、梅は結構丈夫な木でですね、むしろ枝を茂りすぎないように切ってやらないと、まあ、花がつかなかったり実がつかなかったりしますから、まあ、梅の木の場合はちゃんと剪定をしなきゃいけないんですけど、桜の木はですね、あんまりむやみに剪定をしない方がいいっていう、まあ、そういう先人の教えです。さて、まあ、不正菌のお話は大体以上にしまして、次に寄生のお話をしたいと思います。寄生菌というのはですね、生きている木を、殺したりとか、まあ、枯らしてしまってそこから栄養を食べたり、するような、そういうキノコの仲間ですね。例えばこれはナラタケって言って食べて美味しいキノコですけれども、こう根元にたくさん生えてますよね。
新しく生えてきたのもあれば、もうちょっと腐り始めてるのもありますけど、この辺からキノコがいっぱい生えてますけど、これはですね、この、樹皮の下の組織を食べてる、まあ、腐らせているということですね。そしてこの木を殺してしまいます。最後は木が枯れてしまうっていう、そういう、非常にあの凶悪な病原菌としても知られています。こういう菌もいますし、あるいは木が弱ってくると何か感染して悪さをするんですけど、普段は何もしないような、そういう病気の菌もたくさんいます。例えばこれはですね、スダジウってシイの木が枯れてしまったという現場を見に行ったら、こういう黄色いキノコの胞子がたくさんできていました。これあの、大きなあのナラタケみたいなキノコを作る菌ではなくて、シノウ菌といってですね、ちっちゃなあの胞子を入れる入れ物の、まあ、子実体って言ってますけども、まあ、そういうものをたくさん作るように、そういう樹皮の割れ目にですね、ちっちゃな子実体がたくさんできている様子です。まあ、こういう菌は普段何してるのかあんまりよくわからないんですけれども、健全な木に、密かに潜伏感染していて、木が弱ってくると、まあ、細胞を殺したりしてですね、悪さを始めるっていう、そういう性質を持っているものがいます。まあ、こういう菌っていうのは、なんでこんな寄生という生き方を始めたかっていうのを、まあ、私が考えてみるとですね、まあ、昔から言われていることなんですけど、枯れている、まあ、落ち葉とか枯れている木の、まあ、倒木なんかを餌にするようなキノコはたくさんいるわけですね。まあ、カビやキノコはたくさんいます。その中で、養分の先取りの競争をやってるわけですね。一番最初に感染して取り付いたやつが、まあ、それを食べる権利がある。まあ、そういう世界なわけです。ですから、生きている木にあらかじめ感染しておけばですね、そういう、まあ、競争で抜け駆けができるんじゃないか、まあ、フライングができるんじゃないかということで、生きている木に潜在感染するような病原菌というものが進化してきたんじゃないかというふうに考えられています。で、まあ、葉や枝を枯らすようなカビっていうのは非常にたくさんいます。で、まあ、植物病理学とか樹木病理学、樹病学っていう、まあ、分野が昔からありまして、木の葉っぱとか枝とか、あるいは木全体が枯れてしまった、一体どんな菌がそれを枯らしてるんだろうっていうのを調べてですね、どうやったら枯れないように育てられるのかなっていうふうなことを研究してきたわけですけども、まあ、そういう過程でいろんな病気が見つかってきています。で、まあ、日本の木にですね、どれだけの病気の数があるかって、ちょっと数調べてくればよかったんですけど、ちょっと忘れてましたね。何千とあると思いますけれども、例えばこれは松の葉腐類病っていう病気です。まあ、これは黒松の苗旗、赤松の苗旗なんですけども、こういうふうに葉っぱがですね、大体茶色くなって枯れてしまっています。で、これ葉っぱの断面をですね、プレパラートにして顕微鏡で見た写真なんですけども、葉っぱの葉脈が真ん中にありまして、この葉っぱの表面の部分にですね、なんか変なものができてますね。これはその病原菌の胞子を今作ってるところなんです。シノウ菌という仲間ですけども、これも子実体の一種ですね。こういうふうにして、葉っぱの細胞を殺してですね、そこから養分を取っている、そういう菌がいるわけです。あるいはですね、これは杉の黒点枝枯れ病っていう病気で枯れた枝なんですけれども、この病気では結構杉の枝がポツンポツンと枯れています。でも大きな枝を全体を枯らしてしまったりとか、木全体を枯らしてしまうってことはほとんどありません。まあ、この葉腐類病もそうです。剥がれ性の病気とかっていう、枝枯れ性の病気とかっていうふうに言われているものは、木全体を枯らすようなことはあんまりありません。まあ、こういう病原菌が、実はどこから感染しているかって調べると、この杉の黒点枝枯れ病っていう病気の場合はですね、雄花に感染するっていうことが最近分かりました。それでですね、これ花粉症を軽減するためにこのカビが使えるんじゃないかっていうことを、森林総合研究所の人たちが研究されています。こういう、変わった生態を持っているような菌も実はいるんですね。で、こういう菌を見ているとですね、どういうところに感染するのかっていうと、実はこの葉腐類病のような場合はですね、例えば日照りが続いて苗が弱ってしまったような場合にこういう多発します。で、そういう場合にどういう葉っぱが先にやられるかっていうと、古い葉っぱが先に感染するんですね。古い葉っぱが茶色くなって枯れても、今年伸びた新しい葉っぱは実は緑のまま元気で生き残ることが多いんです。まあ、こういうことを考えると、古い葉っぱを早く枯らしてしまって、それを土に返すっていうことは、実は養分のリサイクルを早くしてくれてるっていうことにもなるんですね。あるいは日があんまり当たらなくなったり、葉っぱが古くなって光合成の能力が衰えてきたりすると、いつまでもその葉っぱをつけていても樹木にとってそれほどメリットがない。
でもまあまあ、まだ生きてるって少しは光合成してるからつけとこうやっていうふうになってるわけですけども、まあ、それが木全体が何か水が足りないとかですね、養分が足りないとかいうふうなストレスに置かれているときに、まあ、こういうカビがチャンスだと思って、そういう枝や葉っぱを枯らして、それを食べていくわけですね。まあ、それによって、早く落葉が起きてですね、土が早く豊かになるっていう、そういうメリットも実は生態系としてはあるんじゃないかなっていうふうに考えられるわけです。ですから、まあ、病原菌はみんな悪者かっていうと、必ずしもそうとも言えないということになります。あるいは元気な葉っぱに生かしたまんま、そこから養分を取るような菌も実はいます。そういう菌の仲間の、まあ、代表的なのが、うどんこ病とかサビ病って言われる仲間ですけども、まあ、こういうカビはですね、生きてる葉っぱに菌糸を伸ばして、そこから養分を取って、生きてる細胞から直接養分を取ることができるような、そういう菌もいます。右上の黒門病っていう菌はですね、緑の葉っぱにこんな風に黒っぽい斑点をつけたりして見栄えは悪いんですけども、まあ、葉っぱを枯らして枝ごと大きく枯れるようなことはまあれですね。そういう意味でも、まあ、元気のないような葉っぱをまあふるってしまうっていう、そういうことと、あるいは元気のいい木にこういううどんこ病、サビ病が感染するっていうふうなことも起きてますけども、樹木にとって余力があるからまあ感染しているっていう面もあるような気がします。まあ、そういう意味で致命的になるような病気っていうのは実はそれほど多くありません。あとはですね、ちょっと変わった寄生菌について追加でお話ししますけれども、こんな風に奇形を起こすような菌類もいるんですね。桃の縮葉病とか、あるいはもち病とか、こぶ病とか言われるというような病気は、こんな風に葉っぱや枝を変形させて、変な組織を作って、気持ちが悪いですけど、まあ、こういうホルモンを出して異常組織を作ってそこから養分を取るっていうそんな戦略も実は進化していたりします。あるいは枝を生やしてしまうっていうそういう菌もいます。右に桜の天草病っていう写真を出しましたけども、これはあの桜の花つきが悪くなってしまって枝ぶりがおかしくなるっていうので、ソメイヨシノの桜の並木なんかには非常によく見られる病気なんですけども、まあ、こういうふうに人間にとって困ったような症状ですけど、枝がたくさん生えてきてしまうっていうのは、これもホルモンの異常で、菌が植物をコントロールして異常な組織を作らせて、そこに寄生して養分を取るっていう、なかなか高等戦術を取っているような菌もいるわけです。サビ菌の仲間、まあ、こういうのもいますね。葉っぱに変なのを作らせたり、枝に変なのが生えてきたりします。次にですね、森林の大きな構造を変えてしまうようなそういう病気もあるというお話をしたいと思います。エゾマツには雪腐れ病という病気が知られています。この菌はですね、雪が積もっている間に種とか芽生えとかを腐らせてしまう、そういう病気です。で、地面の中にその菌が待機していてですね、エゾマツの種とか生えてきた実生とかを狙っているわけです。で、冬の間にみんな感染してみんななくなっちゃうんですけども、倒木の上だけでは実は生き残ることができるんです。倒木がもう腐ってですね、ボロボロになったようなところは実は水分を十分含んだりして苗木が育つ環境ができています。で、土の中にはその雪腐れ病っていう病原菌がたくさんいるんですけど、倒木の上はですね、落ち葉も積もらなくてそういう菌があんまりいないんです。そうするとそこに落ちた種だけが生き延びて大きな菌になることができる。で、右側の写真見ていただくとですね、これエゾマツの木が一列に並んで生えている様子なんです。実はこの土を見るとですね、昔の倒木の腐った跡が少しだけ残っていて、昔の、まあ、この木たちが生えてくる、まあ、1代か2代前の、林の木ですね、それが倒れて腐って、それが倒木になってそこに新しい芽生えが育っていくっていう、そういうエゾマツの林では不思議な更新の仕方をして倒木更新といいます。この現象はですね、作家の幸田彩さんが実際に東大の北海道演習林を訪問されて、この様子をご覧になってですね、エッセイを書いています。新潮文庫の木っていうエッセイ集に載ってますので、興味ある方はぜひ読んでみられるといいんじゃないでしょうか。はい。さらに、いろいろな実は寄生っていうのがあって、昆虫に寄生するようなキノコもいます。これはサナギタケとかカメムシタケとかいろいろいるんですけど、冬虫夏草って言われてます。これは冬は虫だったのに夏になったらそれが草に化けちゃったねっていうふうに中国の人が思って冬虫夏草っていう名前になってますけども、まあ、昆虫に寄生するキノコです。で、実はこういう昆虫に寄生する菌がですね、森林生態系に大きな影響を与えているという研究があります。これは
東大の、千葉演習院の院長をされている鎌田先生が東北地方で調べられたデータですけども、今左の写真で、白っぽくなっているのはブナ林が全部葉っぱがかじられて、丸坊主になっている様子なんです。こういう大規模な大発生が起きるんですけど、大発生が起きるとそのサナギタケもそれにちょっと遅れて大発生をして、そのブナオオシャチホコっていう芋虫をですね、殺してくれるので大発生が収まる、まあ、そういうことを何回も繰り返して、何年かおきにですね、発生したり沈静化したりということをずっと繰り返しているということが分かっています。まあ、こんなふうに森林の中で菌というのは実は大きな役割をしているということが分かっています。さて、やっと本題に入りまして、今度共生のお話です。不正、寄生というふうに菌類がいろいろな進化をしてきましたけれども、まあ、不正菌はおとなしく、まあ、死んだものを食べてましたけれども、寄生菌になるとですね、生きているところに感染して早く養分を取ろうとします。でも、まあ、樹木も寄生されるのは嫌がりますから、嫌がらないようなやり方をした方が、まあ、生きられるっていう、そういう考え方をするような菌も出てくる。まあ、菌は考えてはいませんけども、まあ、そういうふうな適応の仕方をして進化してきた菌類っていうのもいるわけですね。それが共生菌で、森林の中で一番メジャーな共生菌というのは菌根菌という仲間です。菌根菌というのもいろいろいるんですけども、樹木の根っこに感染する菌です。根っこに感染して何をしているかというのを、まあ、これからお話ししたいと思うんですけど、いろんなタイプの菌根というのが知られています。まあ、菌根というのは根っこに菌が感染したものです。でこれ細胞の様子を見てるんですけども、この絵はですね、菌糸が伸びてきて、この根っこなんですけど、丸いのは根っこなんですけど、根っこの断面の中に菌糸がどんどん侵入して、こんな風な構造を作ってますよっていうことが、まあ、顕微鏡で観察すると見えるんですけど、それぞれの、まあ、菌糸の感染の仕方によって、まあ、4種類に大きく分けられています。例えば杉の根っこを顕微鏡で観察すると、こんな風に植物の細胞の中にですね、菌糸が這い回っていることが分かります。これは病気になっているわけじゃなくて、実はこの菌糸はですね、土から吸ってきた栄養分を樹木の細胞にくれてるんですね。まあ、そういう土の中の養分を樹木にあげるっていう、そういう菌根菌というのが感染していて、樹木にとってすごく助かっているということが分かっています。さらに、キノコの仲間もですね、根っこに共生します。それをですね、外生菌根というんですけども、これ左の写真は樹木の根っこ、いろんな根っこをですね、掘ってきて、水でよく洗って、細かく実体顕微鏡で見た写真なんですけど、こんな風にですね、黒くなってる根っこや黄色くなってる根っこがありますけど、これみんな菌糸の色なんですね。で、こんな風に根っこの周りを菌糸が覆ってしまって、そして、その組織の中まで菌が感染している、まあ、そういうものを外生菌根って言います。で、この菌根が何をしているかっていうとですね、これは郷先生っていう、もう亡くなられちゃったんですけども、森林植物学研究、私たちの研究室に昔いた先生がですね、これ放射性のリンを吸わせてやると、それがこう、菌根菌に吸われて、それがやがてこの松の芽生えまで届いているっていうことを、まあ、放射性の同位体で調べたっていう、そういう研究です。こんな風に土壌中の養分を菌糸が吸って、これ根っこはこの養分まで届かないんですけど、菌糸が吸ってくれているってことが分かっています。それによって木はたくさん光合成ができるようになります。そうすると、その光合成したうちの一部分を、まあ、こういう菌類に分けてあげるわけですね。それによって生えてくるような菌がたくさんいる。で、ここに書かれているのは、これベニテングタケの絵ですけど、こちらはトリュフですね。トリュフとかマツタケとかっていうのが、こういう外生菌根菌の仲間です。皆さん、松茸は秋になるとですね、年に1回ぐらいは食べようかと思うようなキノコかもしれません。で、なかなか私なんかはそんな松茸めったに買うことはありませんけど、まあ、ちょっとこれ東北地方の駅でですね、松茸の販売してたんで写真撮ったんですけど、まあ、こういう1パックが何千円というふうな値段がついてます。まあ、世界で一番高価、まあ、トリュフとかと並んで高いキノコですね。で、こういうキノコどういうふうに生えていくかって見ると、こんなふうにですね、輪っかを作るように並んで生えてたりもします。こういうの近隣フェアリーリングっていうふうに言うんですけど、ちょっと見にくいですけど、この、これチチタケっていう菌根菌で、それが生えてる様子をこう見たんですけど、キノコがこうぐるーっと円を描くように生えてるんですね。これは卵タケって言って大変おいしいキノコですけど、これもですね、こう同心円状にこう、並んで生えています。この円の中心あたりに、まあ、木が生えてることもあるんですけど、まあ、なんかこう
土の下で根っこがたくさんあるようなところにこうやってまとまって、生えてきます。こういうキノコがいて、森林の樹木の成長を助けてくれているということが分かっています。で、こういう実はですね、こうキノコはですね、土の中の養分を吸ってきて樹木にあげるんですけど、土の中の養分だけじゃなくて、原発事故で出てきた放射性セシウムをたくさん、土の中からかき集めてきて樹木にくれちゃうっていうことも分かっています。で、キノコ自身もですね、こういう放射性セシウムを濃縮しているような種があって、セシウムの吸収がいいキノコと悪いキノコがいましてですね、キノコの種類によってセシウムの濃度っていうのは100倍ぐらい違うっていうことが分かっています。これはあの森林総研の小松さんという方のデータですけども、こんなふうに森林の中ではですね、キノコの菌糸が土の中でいろいろなことをやっていて、樹木のために養分を一生懸命集めてきてくれるような貧困菌っていうものもいるっていうことが分かっているわけです。さらに、おかしなのもいましてですね、その菌根菌が集めてきた養分とか、あるいは樹木からもらった養分を横取りして育っていくような植物もいるんですね。それがですね、こう葉緑素を持たないような銀梁草とか蘭の仲間です。まあ、蘭の仲間は葉緑素を持っているやつが多いですけど、持ってないような種類も時々います。まあ、そういうものがですね、菌から養分を取っているということも分かっています。まあ、これはあの菌に寄生しているというふうに言ってもいいと思います。さらにですね、多様な関係というのが実はあって、こういう亜高山帯の林、まあ、針葉樹の林、下に苔がびっしり生えていて、カーペットのようになっています。この苔の絨毯の上には、シアノバクテリアっていう、ちっちゃな細菌の仲間がいて、これは光合成をする細菌なんですけど、実は窒素固定っていって、空気中の窒素を養分にすることができる、まあ、そういうバクテリアがいます。まあ、そういうのが、この苔の表面に光っているのがシアノバクテリアなんですけど、それが空気中から窒素を固定して土に養分を増やしてくれて、そのおかげでこの針葉樹の芽生えが育っているんじゃないかということも最近分かり始めていて、私たちの研究室では今そういう研究もやっています。はい、ここまでいろいろ見てきましたけども、いろいろな菌類が、まあ、寄生菌になったり共生菌になったり複雑なことをやっているのが生態系だということです。さらにそこにですね、外来の微生物が入ってきたらどうなるのかっていう話をちょっとだけしたいと思います。実はですね、樹木には大流行病っていうのが3つ、世界三大樹病っていうのが知られていました。その一つは五葉松類の発疹錆病っていう病気で、アメリカにですね、この病気が入ってきて、20世紀の前半に大被害を与えました。もう一つは栗の胴枯れ病っていう病気で、これもアメリカに大被害を与えました。ニレの立ち枯れ病、ダッチエルムディジーズっていう病気もあって、これもアメリカのニレ、あるいはヨーロッパで大被害を与えて、まあ、栗とかニレとかですね、ほとんどなくなってしまうぐらいのものすごい被害がありました。これを世界三大樹病って言いまして、この右下の写真はですね、DDT っていう殺虫剤を、まあ、機械でバーッと撒いてる様子なんですけど、まあ、こういう、20世紀の前半にこういう大きな被害があって、農薬を大量に使って防除しようっていうふうなことも実は行われてきたんですね。まあ、それで沈黙の春っていう本が、カーソンさんが書かれたような本が出てきた。そういう背景も実はあったりするんですけども、時間がないので置いてきまして、実はこのニレ立ち枯れ病っていう病気はですね、キクイムシがカビを運んで、病原菌を運んで、それによってニレの木が枯れるっていう、そういう病気です。こういう病原菌を運ぶ虫っていうのが実はいまして、これもまた共生の一種ですね。菌にとっては、まあ、元気な木に運んでくれるっていう、そういう共生関係。虫にとっては、木を枯らして餌を増やしてくれるっていう、まあ、カビが共生菌ということになります。まあ、そういうお互いに菌と虫にとっては共生であって、まあ、樹木にとっては害でしかないっていう、まあ、そういう関係も実はあります。で、日本にも大きな流行病っていうのがあります。まあ、それが松枯れです。まあ、私は松枯れの研究を若い頃からずっとしてるんですけど、こんな風にですね、松の林が全部枯れちゃうような大きな被害が起きます。で、これもですね、実は共生で起きています。松のマダラカミキリっていうカミキリムシが松の在線虫っていう、まあ、寄生虫の一種ですけど、それが病原です。菌じゃないんですけど、まあ、こういう線虫をですね、体につけて運んでいって、元気な木の枝をかじると、そこからこの線虫が感染して木を枯らしてしまう。木が枯れると、このカミキリムシが卵を埋めるようになって、その枯れた木を餌にして、次世代のカミキリムシが育ってくる。で、羽化して出てくるときには、線虫をいっぱいつけて出てきて、まあ、新しい菌に感染するっていう、そういうふうなことをやっています。これは、線虫とカミキリムシの共生関係というふうに言うことができると思います。
実はこの松枯れっていうのはですね、アメリカから入ってきた病気なんですね。世界三大持病っていうのは、アジアからヨーロッパとかアメリカに病原菌が侵入して大きな問題になったんですけど、松枯れは逆にアメリカから線虫が日本に入ってきて大きな流行を引き起こしたということで、20世紀の初めに長崎で初めて松枯れが起きたということが分かっていて、西日本の、神戸なんかの、貿易港を中心に徐々に広がって、戦後にですね、東日本に大きく広がりました。で、調べてみるとですね、アメリカの松は、松の在線虫によって枯れないんですね。抵抗性を持っているということが分かりました。この白い丸は枯れない松のことです。で、松の種類ってすごくたくさんあるんですけど、アメリカ東海岸に自生している、生育している松の種類っていうのはみんな抵抗性を持っているということが調べてみたら分かっています。で、アジアの松とかヨーロッパの松は枯れやすい松だということが分かっています。なんでかっていうと、アメリカの松は昔から在線虫という病原菌がいましたので、病原体がいましたので、それに対する抵抗性を進化させてきたんですね。でも、日本とかヨーロッパの松は、そういう在線虫がいないところで育ってきたので、そういう進化をしてこなかった。それで、今大きな問題になっているということが言えると思います。世界三大持病の場合も同様ですね。もともと病原菌がいた日本とかアジアのニレとか、あるいは栗とか、そういうものはですね、抵抗性があったんですね。ところが、アメリカの樹木は抵抗しなくて大流行してみんな枯れてしまったっていうことが起きています。日本の松枯れについてはもう一つ背景があります。実は松っていうのは、植生遷移といって、放っておくと松の木っていうのは枯れていってですね、シイとかカシの林に変わっていくっていう、原生林には松は生えていないんです。で、ところが日本には松の林がものすごいたくさんありまして、今松枯れでいっぱい枯れてしまっているんですけど、なぜそういうことが起きたのかっていうのを調べてみますと、実はですね、古墳時代ぐらいから人間はですね、原生林をどんどん破壊して松林を広げてきたっていうことが分かってるんですね。もののけ姫っていう宮崎駿のアニメーションがありましたけども、ああいう様子がまさに起きていたわけです。もともとそこにあったような原始の林っていうのが人によって切り開かれたり燃やされたりして、そこに生えてきたのが松林だったっていうことなんですね。そういう松がですね、今アメリカからやってきた病気によってどんどん失われているっていう、なかなか皮肉なことが起きています。で、その結果ですね、もう一つ、先ほど言いましたけども、松の根っこには松茸みたいないろいろな菌根菌が共生しているんですね。これ、松の根っこの写真です。こんなふうに菌糸がいっぱい絡まって伸びている様子がわかると思います。ところが、松の在線虫が感染すると、こういう菌根菌も一緒に死んでしまうっていうことになります。で、結果何が起きたかっていうとですね、松茸は取れないってことになるんですね。1960年ぐらいまで、私が生まれるちょっと前ぐらいまではですね、松林っていうのは非常に盛んに人によって使われていました。松の木そのものもですね、丸太は建築用材とかにもなりますし、杭などにもよく使われていました。枝や葉はですね、燃料、松明にしたりとか薪にしたり、あるいは焚き付けに葉っぱを使ったりというようなことをしますし、肥料にもなっていました。そして、化学物質としての松ヤニですね、これもいろいろな原料として、あるいは燃料として使われて、ゼロ戦の燃料にした症候油なんていうのもありますね。そういうふうに、もうくまなく使い尽くされているわけです。その結果、何が起きたかっていうと、枯れた木はたちまち使われて燃やされてしまうので、病気が広がらなかったんですね。枯れた木からカミキリムシが出てきて、線虫を運ぶから、隣の木が枯れていくわけなので。枯れた木がすぐに使われてしまうとですね、そういうふうに松枯れはあんまり広がることはなかったわけです。で、それによって、松林が維持されてきたっていうことなんですけども、ところが、1970年ぐらい、高度成長っていうのが起きて、これプロパンガスの販売量っていうのがこのグラフなんですけど、松の燃料なんかを使わなくなってですね、代わりに石油とかプロパンガスを使うようになっていきました。そうすると、松枯れがぐーんと増えたんですね。1970年頃には松枯れがものすごく被害が増えていきます。これは人が松林の手入れをしなくなって、松がどんどん枯れていったということを表していると思います。で、その結果何が起きたかっていうと、松茸の生産量っていうのが上の折れ線グラフなんですけど、松茸が取れなくなっていった。それによって今のように松茸がものすごい値段の高いキノコになったっていうことなんですね。ですから、1960年頃までは松茸っていうのはたくさん取れる、そこいら中に松林があって、松茸っていうのは豊富にあるキノコだったわけですけども、松枯れが進んでいくことによって、松茸はどんどん貴重なキノコになってしまったということも言えると思います。
はい、ちょっと最後駆け足になっちゃいましたが、まあ、森林生態系っていうのは非常に複雑な生物同士の相互作用、生物同士の働きかけが行われていて、まあ、おとなしく死体を食べている不正菌もいれば、生きている木に寄生し始めて早く養分を取ろうとする寄生菌もいるし、樹木を助けている共生菌もいます。さらに樹木を食べたりするような、まあ、害虫と言われているような昆虫と共生している病原菌なんかもいたりもします。もう様々な生物間の不正、寄生、共生っていう相互作用の網が張り巡らされているのが生態系だということが言えます。そういう多様な関係が豊かな生態系を育んできたということが言えます。そしてそういう生態系に人はさまざまな働きかけを行って、まあ、伝統的な里山と言われるような生態系を作ってきたわけですね。その中で、まあ、松茸も取れている。これが戦後の高度成長前の、人と里山の関わりだったり、人と森の関わりだったりしたわけですね。ところが今近代からどんどん進んで、まあ、現代社会の中では森林と人間との距離がどんどん遠くなっています。それによって、まあ、都市の生態系というのができてきたりもしています。さらに人が行き来をすることによって、まあ、20世紀の初め頃から貿易が行われるようになって、もともと一緒に進化してこなかった外来の微生物が入ってくるようなことも起きるようになっています。まあ、そういうさまざまなことが、まあ、社会の変化によって、樹木と微生物の関わり、あるいは樹木と昆虫と微生物などの関係がですね、大きく変わっているのが現代だということなんですね。生態系の、まあ、バランスが保たれてきたものが今違うバランスに移ろうとしている、まあ、それをどうやって管理していけばいいのだろうかということが私たちに課せられている現代的な課題だということが言えるように思います。はい、私のお話以上です。ご清聴どうもありがとうございました。福田先生ありがとうございました。ただいまから、福田先生のご講演に、寄せられている質疑の質問の方を読み上げていきたいと思いますので、福田先生にお答えいただければと思います。まず初めの質問からですけれども、潜在的に感染している菌類が、まあ、フライングのように、まあ、感染しているものがいると。でそういった菌類が、まあ、有利だとすれば、まあ、どの菌類もそうすればいいと思うんですけれども、まあ、そのようにしないということは、まあ、いろんな戦略を持っているということは、菌類にとってそのいろんな戦略を持つというその規制の形に何かメリットデメリットがあるのでしょうかというご質問です。はい、大変いいご質問というか難しい質問だと思うんですけども、実は生きている木に感染するというのはそんなに簡単なことではなくて、生きている木はやっぱり異物が入ってきたら排除しようとする、まあ、いろいろな仕組みを持っていて、葉っぱの細胞壁が硬くてなかなか中に菌糸が残せないとかですね、もし感染してもそこで抗菌物質を出して殺してしまうとか、いろんなことをやってますので、感染できているそのフライングができる菌というのは特殊能力を持っているということなんですね。ですからみんながそういう特殊能力を持つように進化するよりは、まあ、そんな面倒くさいことしないでも、倒れた木があったらそれを早く食べればいいじゃんって言って、まあ、やたらたくさん胞子をばらまいてですね、腐った木に感染した方が早いっていうふうな、そういう生き方もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、詳しいことは分かっていませんけども、さまざまな戦略が実はあって、それぞれにメリット、デメリットがあるっておっしゃる通りだと思います。大変明快な答えをありがとうございました。次の質問、次々に移りたいと思います。木の種類によって、腐朽菌や寄生菌は異なりますか？で、その違いは木の成分によって決まるのでしょうか？というご質問です。はい、特定の木にしか生えない、例えばエゴノキっていう木にしか生えないエゴノキタケっていう腐朽菌がいたりとか、あるいは針葉樹には褐色腐朽菌が多く感染するけど、広葉樹には白色腐朽菌が多いとか、まあ、そういういろいろな木による違いっていうのは実はあります。で、それも詳しいことは分かっていないんですけど、木の成分の違いは関係していることは間違いないんですけど、あまり詳しいことは分かっていないんですね。はい、わかりました。また次の質問に移りたいと思いますが、これもまたかなり違う質問、異なる質問ですけれども、バイオエネルギー開発でリグニンやセルロースを効率よく分解するのに不正菌を役立てることができますか？まあ、そのような研究があればご紹介いただければというお話です。はい、私たちのところではやってませんけども、私たちの研究科でも五十嵐先生とか何人かの先生はそういう腐朽菌が出すような酵素によってセルロースやリグニンを分解するような研究をされていると思います。それもかなりホットな研究テーマの一つであるというふうに思いますね。
次の質問ですが、後半部分のご講演でアメリカ松の話ございましたが、アメリカ松の線虫に対する抵抗性の要因はどのようなものなのでしょうかというお話です。はい、これも難しい質問で、アメリカの松にはですね、松の在線虫が感染してきても、まあ、それを殺してしまったり、うまく動けなくしてしまうような、まあ、抗菌物質みたいな感じの物質を持っているっていうふうなことが少し分かっていたりします。まあ、あとはですね、線虫がまあ中に入っても、それが自由に生活できて、まあ、交尾をして増えたりとかっていうことができるかどうかっていうのが、実は松の種類によって随分違うんですよね。そういう、まあ、いろいろなメカニズムがいろんな場面で働いているらしいんですけど、詳しいことはまだ分かっていなくて、今まさにそういうそのどういうふうな遺伝子が発現すると抵抗性になるんだろうかみたいな研究をしている最中っていう感じです。はい、ありがとうございました。もう 1,2 個質問いけそうですね。では続けたいと思います。個子体をめぐる競争では寄生菌の方が有利な気がいたしますが、寄生菌が、樹木が生きているうちから感染することに、まあ、メリットデメリットはあるのでしょうかと。はい、先ほどのお答えともちょっと重複しますけど、やっぱり生きている菌に感染するにはそれなりの能力を持ってなきゃいけなかったり、それに対する資源を投資しなきゃ多分いけないんですね。特殊な酵素を出したりとか、なんか物質を作って木の抵抗を眠らせたりとか、なんかいろいろしなきゃいけないので、そういうことに投資することはやっぱり、ちょっと負担になります。であとはですね、どうだろうなそうですね、生きているうちに感染するような菌っていうのは普及分解する能力はそんなに高くないことが多いんですね。やっぱりその分解普及してそのセルロースやリグニンを分解するようなことに特化しているような菌というのは感染する方には多分能力を振り向けなかったんじゃないかなというふうに思います。時間的にこれで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、微生物や樹木についても、多様性が失われつつあることを本日初めて伺いました。動物のように樹木の保護活動というのは可能でしょうか。実際現在に行われている実例があれば教えていただければ幸いですというご質問です。はい、微生物菌類に関してはですね、そこに誰がいるのっていうことが実は分かってないんですね。調べないと分からない。キノコなんかは生えてくることが、まあ、目に見えるわけですけど、生えてきても1週間ぐらいするとみんな腐ってなくなっちゃいますよね。ですからある林に行ってそこにどんな菌がいるんでしょうっていうのを簡単に調べることができないというのが非常に難しいところで、多様性が失われているんじゃないかって私たちもよく言うんですけども、実際多様性がどれぐらいあるのかっていうこと自体が実は分かっていないんですね。ですから、まあ、菌類の多様性を保全しなきゃいけないっていうふうに考えたときに、どうやって保全すればいいの、そもそも多様性がどれぐらいあるのかっていうところから調べないといけないというのが、まあ、根本的な問題です。でまあ、菌類、キノコにもですね、絶滅危惧種に指定されているような実はいるんですけど、それは生えてくることが非常に稀だっていうだけで、そこにいないかどうかは実は分からないんですね。密かにいるけど10年に1回しかキノコを作らないようなそういう生態を持っているのかもしれないわけです。ですから本当のところはなかなか分からないんですけど、私たちがまあいろんなやり方で調べたときに、まあ、例えば都市化すると菌の多様性が低下しているらしいみたいな実例がいくつか見つかってはいます。ただそれをその保全するためにどうすればいいんだろうかっていう具体的なところになると難しいんですけど、なるべく自然な林に近い環境とか、まあ、周囲の条件を整えてあげる。例えば林が孤立しないように緑がなるべく連続するようにした方がいいんじゃないかとか、まあ、そんなようなことはある程度提言はできると思うんですけど、まあ、実際それでどんな効果があるのかとか調べた例はありませんし、難しいじゃないかなと。まあ、まさにこれからの分野で DNA とかを大量に調べることによってどんな菌がそこにいるかが、まあ、徐々に分かるようにはなってきてますので、まあ、そういう新しい技術を使いながらいろんなことがこれから解き明かされていくんじゃないかなというふうに思います。はい、福田先生どうもありがとうございました。いろいろなんかたくさんのご質問にお答えいただきありがとうございました。